高知脳機能障害のある方の利用相談、自立訓練、生活訓練、国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局総合相談課。本動画は当センター自立支援局の利用相談における電話相談から利用開始までの流れについての説明動画です。今回は特に高知脳機能障害がある方の障害福祉サービス自立訓練・生活訓練の利用について、相談の様子やサービスの内容を踏まえてご説明します。これまで多くの方々からご相談いただく傾向として、高知脳機能障害の診断を受けてから、ご本人としては、家庭生活で買い物や家事を行うのがうまくいかない、学生だけどこのまま復学ができるだろうか、仕事を休職しているけれど職場に戻れるか不安などといった話をよくお聞きします。また同居しているご家族からは、薬の飲み忘れがあって困る、以前より怒りっぽくなった、複数の予定を伝えると混乱しているみたいだ、高知脳機能障害があるという自覚がなさそうだなどといったお話を多く聞きます。また、同席される地域の支援者からは、身近に支援を受けられる施設がない、きちんとした評価、アセスメントをしてほしい、本人の不安解消とご家族の負担も考えたい、支援者側も高知脳機能障害についての対応を学びたい、などのご意見があります。高知脳機能障害とは、どのような障害なのでしょうか。高知脳機能障害とは、後天的な病気や事故など様々な原因によって、注意障害、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが特徴として現れます。注意障害としては、些細なことで気が散りやすい、ケアリスミスが多いなどが挙げられます。記憶障害としては、発症前のことが思い出せない、今日の予定を覚えられないなどが挙げられます。遂行機能障害としては、自分で計画が立てられない、何をしたらよいかわからないなどが挙げられます。社会的行動障害としては、感情の起伏が激しい、感情の変化が見られなくなったなどがあります。その他の症状としては、精神疲労、活動性低下、障害認識、自己認識の低下などが考えられます。自立支援局が提供する障害福祉サービスには、高知脳機能障害のある方を対象とした自立訓練、生活訓練があります。主に高知脳機能障害のある人が、日常生活や社会生活に必要な手段を理解し、生活能力を高められるよう、個々の生活状況に応じて訓練を行います。主な支援内容は、生活リズムを整え、日中活動に参加する体力や耐久性の向上を図る、生活動作の手順や道具を工夫し、自己管理できることを増やす、障害の理解を深めながら、場の状況に応じて行動できるようにする。さまざまな訓練を行い、作業能力の向上を図る。ご家族と地域の支援機関との協力体制を築き、社会生活に備える、などがあります。詳しい内容については、すでに発信している事業公開の動画で説明させていただいております。合わせてご覧ください。こちらは実際のプログラム例、1週間の時間割です。個々の状況や目標に応じて必要な訓練を選択し、個別に時間割を組み立てます。訓練場所は当センターの訓練室での訓練はもちろん、自宅などの実際の生活場面でも訓練を行います。単独で行うのが難しいことについては、必要なサポートを具体的にして、
ご家族やヘルパーなどの地域支援者と共有しています。利用をご希望の場合は、自立支援局での利用承諾と市区町村から障害福祉サービス受給者証の交付を受けることが必要となります。高次脳機能障害のある方で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方の利用については医師の診断書が必要です。まずはご連絡いただき、見学されることをお勧めしています。利用に関するお問い合わせ、ご質問等ありましたら、総合相談課までお気軽にお問い合わせください。